眼科医の平松です。今日は目を押すと心臓が止まるっていう足縄現象についてお話ししようと思います。足縄現象ということもあるかなっていうふうに思いますね。で、なんでそんなことあるのと聞いたことないよっていう人はいると思いますけど、これはですね、迷走神経っていうのに関係してくるんですね。なので、迷走神経でなんか倒れるっていうのは聞いたことあると思うんですよ。それの仲間で、本当にやっちゃうと意識失ったりするので、ちょっと注意してください。じゃあ、なんでそうなるのか、でもしそうなっちゃった時、どういうふうに対応すればいいのかっていうことはお話していこうと思います。じゃあ、目を押す。それどうなるか。目を押すとですね、三叉神経ってところに刺激が走ります。三叉神経自体は、別にいいんですよ。で、そっから、迷走神経っていうのにも刺激が加わってしまって、迷走神経っていうのは血圧コントロールしたりだとか、心臓とかに影響してくるので、そうすると心臓がゆっくり脈を打つ、徐脈っていうのになって、脈はゆっくりなんですよ。で、結果として心臓止まっちゃったりすることがあります。じゃあ、心臓止まったらどうすればいいのか。基本的には心臓マッサージにすると戻ってくることが一般的ですね。で、じゃあ、いきなり心臓マッサージかっていうと、普通は、大体ですね、意識失うわけですよ。心臓止まると。パタンと倒れて、どうしたのってなる。そうすると、普通の、なんていうかな、免許更新の時とか、免許取る時とか、会社とか学校とかで習う、いわゆるこう、倒れた人の対処と一緒です。どうしました、どうしましたって肩叩いたりしてね。ここで起きてくればそれでいいです。起きてこなかった。ね。呼吸してるかな、呼吸してない。心臓どうかな、心臓動いてない。はい、心臓マッサージってこんな流れになりますね。で、その時にですね、ふーって吹く、いわゆるこう、人工呼吸必要かっていうと、それはあんま関係ないので、もう心臓マッサージさえしっかりしていただければほとんどの人が戻ってくるかなと思います。で、心臓が止まってなくて意識だけ失ったって場合は、呼吸だけできるように気道って言ってね、空気の道を確保してあげて、足をですね、上に上げるっていう風にしていただけると、顔の方、頭の方に血流が来るので、ちょっとそれはしといていただけるといいかなっていう風に思いますね。っていうのをして、もちろん、自分で対応しきれないことを考えて、周りの人を呼んで、救急車呼んでもらったりとか、それも必要になりますよ。っていうのがあるんですけれども、じゃあ、この時に、注意点なのは、これって、じゃあ目を押した時だけなの？関係ないの？っていうと、一番最初も言ったように、迷走神経反射って普通に言うわけですよ。よくあるのが、校長先生の話を学校で聞いてると、ふらーっと倒れちゃう人いますね。あれも迷走神経反射の一種で、血圧を一定に保てなくなって、フラットになって倒れちゃうっていうのがあります。それ以外にも、すごく緊張してるとか、すごい痛い思いをしたとか、なんかストレスがかかったとか、それで意識失っちゃったり、ショックなことが起きて、無意識失って倒れちゃうって人もいますよね。あれも迷走神経反射の一種なので、それも対処一緒ですね。足上げて、意識確認、呼吸確認、心臓確認、心臓止まってたら心臓マッサージ。ね、もちろん救急車呼んだりとかしていただいて、回復していただくっていうのが一般的な流れなのかなっていうふうに思います。じゃあ、面白かってこれやるとどうなるかっていうと、本当に戻ることは多いですけど、絶対戻るともちょっと限らないので、命を失っちゃったらちょっと良くないですし、もともと心臓病が実は知らないけどあったとかっていうこともゼロじゃないので、面白がって、自分とか相手の目を押すっていうのがちょっとやめていただければと思います。ただ、不意にね、間違えてとか、なんか、例えばマッサージの時とか、なんかの時押しちゃっててとか、っていうこともあり得るので、ぜひぜひ知っていただければなっていうふうに思います。今日は、目を押すと心臓が止まってしまうっていう、足縄現象、足縄現象についてお話ししました。こんな感じの情報をアップしていくんで、今後ともよろしくお願いします。